九、九、九、ヤイトとは、もぐさ、もぐさい氷よもぎの葉の産毛を陰干し、生成取得したものを、皮膚状で部位を選択して燃焼させることによって、病体に治療的介入を行う伝統的な、代替医療、民間療法である。中国医学、モンゴル医学、チベット医学などで行われる。 もぐさを皮膚に乗せて火をつける方法が標準とされるが、手術の球法が存在する、球法の種類を参考。現在では燃焼させる代わりに、レーザー光線を利用する例もあるが、一般的とは言えない。生理的には、軽血、壺と呼ばれる、特定の部位に対し温熱刺激を与えることによって、生理状態を変化させ、疾病を治癒すると考えられている。 同じ壺を使用する針が、急性の頭痛病変に、手術されてきたのに対し球は、慢性的な疾患に対して選択されてきた。セルフケアとして、自己石油もなされ、かつてはもぐさをより皮膚状に直に据えるのが、主流であったが、今はすでに成形された各種の急製品、例として、千年球や、防球などを用いることが多くなっつつある。これら規製品は、 もぐさの部位と皮膚との間に感激が作成されており、輻射熱による刺激を行うため、火傷の跡がつきにくい。現在では、美容上の観点から多用されるが、効力としては、古来の直接急に及ばないとされる。日本では、医師以外の者が急お行として行う場合は、救手免許が必要である。治療としては、毎日、または数日おきに反復して皮膚に微細な火傷を、 更新していく形となる。休止が石油ポイントを指示、点給というし、患者自身が自分で石油を行う形が、歴史的にも一般的な方法である。休の起源は、約3000年前の古代中国の北方地方において発明された。多くの地方に皮膚を焼くことを治療行為とする電気は残っている。日本において、針、は、い、 有益などの伝統中国医学概念は、遣隋使や遣唐使などによってもたらされた。旧は、律令制度や仏教とともに、日本に伝来したが、江戸時代に工房大使が持ち帰った旧法として棚流行となり、現在も各地に、不法の旧と呼ばれて伝わっている。また他にも、加伝の旧として無領、無量寺の旧四次の旧などがある。これらの旧法は打脳旧と呼ばれ、 特に熱刺激が強く、皮膚の損傷も激しいため、あまり一般化していない。多脳球は日本において、腰痛や神経痛など様々な症状に用いられるが、実際のところは腫れ物、腰などに用いたのではないかとも考えられる。針とは異なって、奥の細道にも三里に急すゆるよりとあるように、旅路での足の疲れを癒したり、つれずれ草にあるように、 40歳以上の者は三里に、急をすると、のぼせ、高血圧を引き下げるというように、急をすることは庶民へ、民間療法的側面を強くしながら伝わっていった。もちろん、区家や、医官の間でも、急法は発達し、名家急戦や、急法指南などといった書物が編纂された。戦後に活躍し昭和の名急師と言われた、深谷勲郎は、皇帝明堂究郷や、 名家急線など読んで、深谷急法を作り上げた。彼の急法は、中医学で行われている、急法や、木穴も取り入れており、その壺に急することで出る効能が、現在も多くの鍼灸師に、多大な影響を与えている。子供などを強く叱る、意味の言葉として、急を据える、刃いと据えるという言葉があったが、家庭での急が行われなくなったため、あまり聞かれなくなった。 言葉の通り主頭台の球を、四肢や背部、伝部などに据えて我慢をさせるしつけであるが、これにより、球は、やけどが残るほど熱いものというイメージが定着することとなった。また、球の医療としての価値が損なわれる言葉でもあった。実際に、新球院などで使われている球は、米粒大、半米粒大の球や、熱くなると取る、地熱球が主流なので、人により、 地熱感や肌の弱さによって異なってくるが、チクリとする程度の厚さ程度ないし目に見えるか見えない程度の火傷であることが多い。ただし、蒸気にある工房球や家電の球のように恋に火傷や脳を形成すると免疫力が高まると言われているが、実際に免疫力が上がるかどうかは綿密な研究がなされていないため、安易に行うには疑問が残る。 上日のように過去に急がお仕置きや制裁の手段として行われてきたことから、お急という言葉はかなり昔からそのような意味の引用、メタファーとしても用いられてきた。1990年頃までは新聞記事などにも汚職公務員に厳しいお急などと書かれたことがある。しかし、急は東アジアの伝統的な優れた医療であり、こうした意味に使われるのは 好ましくないと、日本神歯科会が主張し、現在は使われなくなった。自律神経などに作用して、内分泌に影響を与えることが確認されており、局所のやけどから出る加熱タンパク体、ヒストトキシンは、血中に吸収され、各種用弱磁路血球が増加して、免疫機能が更新するとが認められている。ここでは、旧法の一例を紹介する。球は、 皮膚の上に直接吸えて、球根を残す。無根球と直接は、吸えるが、球根を残すことを目的としないまたは直接は、吸えない無根球とに大きく二分される。顔面部、可能を起こしやすい部位。戦争に大血管がある部位。皮膚病の幹部、妊産婦の下腹部などへの直接吸球,球では、気が少なかったり、余ったりするとを補ったり。 射したりすることで体を整える69難による、主欠は、その臓腑の気が不足した場合はその母を補い、気が充満した場合はその子を、射せとしている。東洋獣医学では牛、豚、ヤギなどの家畜に対しても、お給を施す。基本的な方法は、人間と同様だが、壺の位置や数は相応に異なる。近年日本でも、自然治癒力の向上、繁殖障害や、 食欲不振の解消を目的として、牛や豚にお給を施す講習会などの取り組みが行われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。